新しいソリを作ろう。今日はみんなでソリレースをします。よし、3つ数えたら出発だ。1、2、3、スタート。いけいけ。エディ、行かないの？大丈夫、後から出発しても勝てるから。わあ、そろそろ行こう。出発。待ってる間に寝ちゃうところだった。僕たちもさっき着いたばかりだよ。あ、とにかく僕たちの勝ちだ。おめでとう、エディ、エディ、スノーモービルを使うなんてずるいよ。なんだって？そうよ、そんなソリがあれば僕たちだって勝てるよ。それなら君たちもこういうソリを作ってみたら。簡単じゃないけど。わかった、ボビー、僕たちでソリを作ろう。私たちも作りましょう。そうね。よし、クロン、エディのより速いソリを作ろう。いいよ、新しいソリを作って明日もう一度勝負だ。よし、勝負だ。みんなお家に帰ってソリを作り始めました。これがデザインよ。うわー、やりましょう。これをここに置いて、アリー、座ってみて。わかった。うん、うわ、すごくいいよ。クロブルーンブルーンブルーン。エディ、どこ行くの？みんなが作ってるソリを見に行くんだ。僕も見たい。いいよ。ここはピンク色。できたわ。ペティの方はどう？あ、私もできた。これで完成ね。うん、やあ、二人とも。私たちのソリができたの。本当？見せて。どう？かわいいでしょ。確かにかわいいけど、早く滑れるの？当たり前じゃない。そうよ、見せてあげる。そのテルピー。ね。次にエディはポビーとハリーのソリを見に来ました。ん？やあ、やあ、それが君たちの新しいソリ？そう、これから走らせてみようとしてたんだ。出発！出発！ん？遅すぎるよ、ポビー。もっと早くして。これが一番早いんだ、ハリー。これじゃあレースにならないね。そんな。ハリー、心配しないで、直してみせるよ。最後にエディとロディはポロロのソリを見に行きました。じゃあどうしたの？君たちのソリを見に来たんだ。おお、ソリね、ついにできたよ。じゃあ、どれどれ、見てみよう。あ、エンジンがない。エンジンなんかいらないよ、だってこれがあるもん。あれを使う気？信じないなら見せてあげる。クロン、クロン、クロン、こいで。クロン、前に進んでないよ。クロン、もっと来いで。これじゃあ滑るより雪だるまを作るのに向いてるね。みんなのソリはとても変わってたね。このスノーモービルみたいなソリを作るのは難しいよ。じゃあ今日のレースはどうなるの？みんな多分来ないよ。僕たちで遊ぼう。僕たちだけ。いいよね。
エディとロディは仲間がいないまま二人だけでソリ滑りに行きました。やった、僕たちが一番だ。そりゃあそっか、エディ、みんながいないと楽しくないね。ああ、そうだね。みんなを手伝いに行こう。ソリ作りを手伝いたいの？君は天才発明家でしょ。きっと力になれるよ。わかった、天才発明家の僕が助けてあげよう。ゴー！はーい。どうしましょう。困ってるの？エディ。もう大丈夫、僕に任せて。エディは頑張ってルーピーとペティのソリを直しました。これで完成。試しに運転してみなよ。わかった、行ってくる。ありがとうエディ、早いのね。次に2人はポビーの家にやってきました。なあ、全然速くならないや。心配いらないよ。ああ、エディ僕が直してあげる。よし、これで直す。ああ、エディ、エディ、いいんだ。試しに走ってみよう。そうだね。うわー、すごく速い。待って、モミエディ、君はすごいね。どうってことないよ。すごく速い。次はポロロのソリを直しに行こう。そうだね。ロディ、ボルトをちょうだい。わかった。あ、もう残ってない。お、あ、お家にもっとあったかも。待って、エディすぐ戻るよ。エディとロディは道具を取りに帰りました。ここにあるはず。あ、一個しかないや。これじゃ足りないな。どうするの？あ、わかったぞ。何してるの？僕たちのソリのボルトを借りよう。こっちから一本、こっちからも一本。だけど僕たちのソリは大丈夫。レースの時は問題ないよ。あ、これで十分。戻るよ、ロディ。あ、エリー。よし、完成だ。やった。行くよ。終わった。これでみんなと一緒に競争できるね。そうだね。次の日、みんなは新しいソリを持って丘に集まりました。今日も僕たちが一番乗りだね、ロディ。あ、もうこれはいらないでしょ。それは競争すればすぐにわかるよ。クランクラン、うん、クランクラン、これは何？それクラン、これ鏡だ。レースの時に鏡を見るの？違うわ、ポロロ。使い方はすぐにわかるわ。レースを始めよう。今日は僕たちが勝つよ。だよね、ポビー。ああ、そうだね。あれをどう使うかがわかったわ。1、2、3、スタート。ソリレースが始まりました。私たちが一番よ。追い越そう。ルーピー、鏡を見て。わかった。右側から来てるわ。行かせない。今度は左よ。鏡があるから僕たちの行く方向がわかるのか。あ、ハリー、歌ってみて。歌うの？オッケー。ジングルベル、ジングルベル、鈴の音が、勝つのは僕だ、最高。はい、ジングルベル、ジングルベル、できない。クロン、クロン、クロン。あれを使おう、クロン。うん、それ。僕たちが最後だ。あれだ、ロディ、あの木を掴んで。わかった。やっほー、やった。僕たちが一番だ。
ソリが壊れちゃった。ポロロのソリに僕たちのボルトを使ったから。ああ、そうだ、忘れてた。ああ、僕たちが最後だ。遅かったわね。一等賞は誰？一等賞？一等は君たちだよ。僕たちが？僕たちは最後だったよ。エディたちがいなかったら私たち競争できなかったわ。その通りよ。ソリを作ってくれて嬉しかった。ありがとうエディ。クランクラン。あ、大したことじゃないよ。はい、どうぞ。ああ、これは何？僕たちから君とロディにトロフィーだよ。エディとロディ、おめでとう。ありがとうみんな。エディとロディは仲間を助けてソリレースで本当の一番になったのでした。